こんばんは。こんばんは。ちょっとお化粧直します。頑張ったら見てやと、ありがとうございます。そう、今日はね、生トロに出演させていただきました。そう、加納くんめっちゃ面白かったですね。そう、見てくださった皆さんありがとうございました。そう、リモートでのね、参加だったんですけど、いつかね、実際にお会いしたいですね。楽しかったです。特に優勝メンバー、そう。特にフレッシュメンバー、私もフレッシュじゃないかなってちょっと思ったけど、でもココアはフレッシュだったんで言っちゃおうと思って言いました。まだまだフレッシュです。ほんまに？よかった。でも珍しい二人でしたよね、千代とココアって。楽しかった。ちょうちゃんとここは一歳しか差がない。確かに。いや、ん？二歳差ですね。二歳差だ。ちょうとたまぴよとかが一歳差ですね。風を待つの広島の座学を思い出しますね。うん、確かに確かに。その時チョウとココは同じレーンでしたね、確か。全部曖昧。座学今までいっぱいあったから。
しかった。うん、若さは向こうミス、無謀な夢は覚めることがない、まぶたの裏ずっと焼き付いてる、叶うことない、願いだからこそ手を伸ばし続けられる。もしもう一度やり直したってまた同じ選択をするだろう。うん、そうですね、明日 STU8 ちゃん、明日 STU8 ちゃんの放送ですね。チヨとミチとココアが STU から、なんか全メンバー出るんですけど、 STU からもチームエイトさんからもロケにも行かせていただいて、それがジホミチココアとユイユイさんとナギサさんと下尾美優さんの6人で広島をおもてなしさせていただきました。いろんなグループと交流してますね。確かに最近なんか今日の乃木坂さんとかチームエイトさんとか NMB さんとも配信させていただいたり、いろんなグループさんとのお仕事がちょっと多かったですね最近は。ありがたい。そう、その6人でね、ライブもさせていただいて、ライブというかステージもさせていただいて、その収録されたのが明日の番組でも放送されるので、そう、船のね、甲板デッキ、甲板じゃないや、一番上の屋上のところでライブしました。俺らも登れるとこ？そうですそうです、ファンの方が公演前に行けるとこのあそこ、ねえすごいよね。今日も初めてあそこでライブみたいな感じのしました。 MV 撮影では踊ったことあったんじゃけど、あそこで、皆さんぜひ明日見てください。
そう、明日はね、その SD8 ちゃんの放送もあるし、オンライン話し会もあります。パン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 。皆様よろしくお願いします。なんかまつげとまつげがくっついて、上のまつげと下のまつげが変な感覚。今日はカラオケうまくいくかな、ね、昨日ね、あのアプリのトラブルが起きてて、カラオケが全然できなかったので、今日もカラオケをしようと思っています。イヤホン。そう、もうちょっと後でやろうかな。そう、昨日はね、思い出せる恋をしよう、うん、歌いたいなと思ってカラオケしたんですけど、できんかったけんね。今日は歌えたら嬉しいな。ちょっとやっぱ今からやろう。やってみます。ブンブンブン。テロップ。なんでなん？ほんまになんでなん？なんでなん？なんで？なんでなん？なんでなんですか？なんでなん？これ全国的にそうなんですかね、今。まだ治ってないんかな。 iPad でできる？ iPad でできるっけ？ iPad だったらいいんかな、できるんかな。他のメンバーやってたよ。あ、じゃあもう一回挑戦してみる。サルピア iPad で歌ってた。あー、じゃあ iPad にしてみようか。ちょっと待って、 iPad ね、いい感じに固定。
ちょっと待ってね、 iPad で配信する環境を作ります。ちょっと iPad でやるのが久しぶりすぎて。おかん、どうやって、高さを作らなきゃいかん。ちょっと一旦イヤホン外す。なんか高さになるものないかな。ちょっとね、ちょっと歩いたらあるんですけど、歩けだよね。でもちょっと歩いてもないかも。いや、あれだな。取ってきます。よっこらせ。夏の日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。このカゴ1段ね、これ3段あるカゴなんじゃけど、1段まだ入れるものがなくてね、スカスカだったんですよね。じゃけこれを置いて高さにしたいと思います。うん、ちょうど良さそう。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいよ。じゃあちょっと切り替え、多分うまく切り替えできるので、ちょっと iPad に切り替えてみます。今どっちから配信してるのか分かんない。どっちから配信してるんだろう。変わりました？こっち？今 iPad になってるか。でも携帯の方、いけたいけた、多分。私の携帯。色合い違うってね。色合い違うな。ちょっと待ってね。ね、ちょっとなんか。これセピア色っていうの？セピア調、少し淡い色。どっちが漏れとる？どっちが漏れてますか？あ、スマホ、どちらかスマホの人が多いね。じゃあやっぱ普段はスマホでやって、あ、確かにリングライトの色合い変えてみる。これ暖かい色、これいつも使ってないお家っぽい色。これがいつも使っとる色。どれがいい？
これがいい。光下げた。いつものがいい？これ？これやな。まあ違うんよ。携帯でやるときは携帯やっとる上にあるけど、iPad だと光の位置が違うんですよね。あ、これだ、これだよ。よし、じゃあカラオケやってみるよ。カラオケできんとね、元も子もないですからね。できてくれ、頼む。できそう。じゃあまず恒例のやつから行こう。できそうできそうできそう。嬉しい。ねえ、みんなさ、こうやっとるよね。こうやった方がいいのかな。なんかこうやっとるメンバー多いよね。こっちの方がいいの？なんか本格的な感じ。声は大きく聞こえる。近すぎたら教えてください。 U48、それ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 、 Are you ready? ジョーン。確かに手が使えるのはいいですね。1曲目はあの曲です。どんなに過ぎ去っても君の顔が浮かぶだろう。違う空を見上げていたって、忘れないよ。なんか慣れん、この声がめっちゃ大きく聞こえる。遠くから眺めてるだけなら失っても傷つかないけど、手に入れたらきっと怖くなるように、臆病な自分の性格、君は泣きそうな顔しながら
前髪を下ろして何をためらうの？僕は君が好きで、君は僕が好きなだけだ。その先のことなんか誰もわからない。いつの日にか思い出せる、とっておきの恋をしよう。もし世界が終わったとしても悔いのないように、いつの日にかまた出会って、昔話できたらいい。そう、涙以上に微笑んでいたい。ずっと思い出せる恋をしようでした。イエイイエイイエイ。うん、一番だけにしました。ね、配信では初披露。確かに。そんな感じで、カラオケしていくよ。何歌おうかな。なんか歌ったことない曲とか歌いたいけど、自分が何歌えるのかわからん。いいね。
なんかスマホよりも曲のダウンロードみたいなのに時間かかる気がする、 iPad。 電車に走る黄色の電車がスピード落としたら、今日も君が乗ってくるだろうか。ポニーテールの日はテストがあるんだよね、気合い入れるんだって。少し離れ僕は外エールを送った。それは恋と呼べるような確かなのじゃなく、自分でも戸惑ってる感情だ。こんなに切ない朝が来るなんて今まで予想もしなかった。ときめきなのか抑えてた何かを落としている。本当の気持ちをはっきりできたら、この胸のモヤモヤ消え、何もしない、何もできない日々はセンチメンタルトレイン。なんかさ、この前、ちょっと、なんか、緊張するんだけど。なんか緊張するんだけど。このマイク、すごい緊張する、なんか、普段よりも。で、普段のマイク戻そうと思って、一瞬戻したんだけど、こっちの方がすごい音が聞こえやすいというか、なんか、安定してる感じがするんですけど、なんか緊張する。なんでだろう。緊張します。みんな昨日のカラオケというか、今までの私のカラオケの配信のマイクと今日のマイクの感じ、どっちが好きですか？どっちもどっちでもいいって感じ？でも緊張感あった方がいいよね。すごい、今日の方と昨日の方と、今日の方がちょっと多めかな、どちらかというと。でも大差ないって感じか。歌いやすい方でいいよ。じゃあ、ちょっと交互にやってみます。ちょっと割れてる？じゃ、ちょっと遠くにしようか。何歌おうかな。じゃあ思い出の曲を歌っていこうかな。思い出の曲、
いっぱいあるけど、いっぱいあるけどカラオケになさそうな曲ばっかり思い浮かぶ。いっぱいあるけどカラオケにない曲ばっかり思い浮かぶな。なんかあんまり歌ってない曲が歌いたいっていう気分なんですよ今。なんとなく あれあるんかな、ちょっと調べてみます。ない。ないやないかい。今は黒い天使を調べました。けど、なかったです。今日の記念に乃木坂さんの曲を。確かに、ちょっと何が歌えるだろう。乃木坂さんで調べよう。何ねねの乃木坂46。これアイウェア順で出るのか、ランキング順とかになったらいいな。うん、待って、思い浮かんだ。和だから一番後ろの方だ。ちょっとこれ初めて歌うかも、自分の中でも。歌いたいと思います。
曲一時聴いてた。けど歌えなかったです。でもショールームのカラオケって挑戦するとこですよね。開き直り開き直り。じゃあちょっと皆さん多めに見てください。ここからはいろんな、いろんな感じでやっていきたいと思います。どうしてもちょっと、あ、これはちょっと無理だと思ったら、サビまではお話をして、サビから歌い、歌かって感じにしたいと思います。ちょっと乃木坂さん、もう一回見よう。赤サーターな。赤サーターチーズ。誰かが閉め忘れた蛇口、大事なものがずっと流れ落ちてるようで、風に耳を塞いでた。僕の心の片隅にも出しっぱなしの何かがあるよ。このままじゃいけないとそう気づいていたのに、見ないふりをしていたんだ。なんだってできる可能性、自分はそこにある。何度目の青空か数えてはいないだろう。日は沈みまた昇る、当たり前の毎日何か忘れてる。何度目の青空か何度目の青空かでした。パチ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 。
んで飽きちゃう。違うんですよ、2番が歌えるか不安で。何が与えるかな。なんかね、サビは知っとるっていうのが多いんだけど、すごい今皆さんもしかして曲名いっぱい言ってくれてますかね。今コメント欄見れてなかった。今曲欄をずっと見てました。これにしよう。だからやっちゃおう。
秋だけどやっちゃおう。今日のやりたい曲リスト何入れてるっけ。でもやりたい曲リストはやりたいってだけで歌えるとは限らないっていう曲が多いんですよね。うん、あでも結構達成できてる。こっちに書いてるやりたい曲リスト、でももう一個やりたい曲リストあるんよね確か。いっぱいある。あもう一個あった。調べます。記憶のジレンマないですね。ん？これもない。チューズミーもないですね。どうしましょう。あら、ひまわりもない。私が歌いたいのは大体ないですね。一旦戻ってまいりました。一旦曲選択画面から戻ってきました。
暗闇メドレー懐かしい響きが懐かしいですね。なんかね、歌いたいって思う曲いっぱいあるんじゃけど、コメント欄にサビしか歌えんって曲ばっかりなんよね。キュン、キュン挑戦してみようかな。でも優しい気持ちで聞いてねって感じ。絶対に優しい気持ちで聞いてくださいね。なぜだかマンデー聞かないで、チューズデーきっと理解できないだろう。ウィズデー毎日、サンズデー見かけて、フライデー思い続けて、サタデー。もっと会いたいなんて不思議だ、きっと僕は声をかけられない。目と目あと電車の窓で鏡代わりに、春の制服そっとチェックして、君のその仕草に燃えちゃって、あっという間に虜になった。ステーキみたいに日本の一瞬で変化球は歌えばキュンキュンキュン愛おしい、キュンキュンキュン愛おしい、 You know I just love you。 え、他のメンバーさんのカラオケってさ、どういうぐらいのあれ、どういうぐらいの感じでオフ感でやっている、いらっしゃるんでしょうか。他のメンバーさんのカラオケはどういう感じのアットホーム感でやっていらっしゃるんでしょうか。あんま民権わからん、カラオケ配信。
こういう、ちょうちょのホワホワ特別かもですよね。多分結構なんかホワホワ歌ってますよね。まあいいか、うん、何歌おうかな。じゃあ今日はちょっとテロップ変えよう。あ、長すぎるって言われちゃった。挑戦のカラオケ、優しい気持ちって打ったんですけど、あとハッシュタグ打ってたんですけど、長すぎるって言われちゃいました。いや、保険をかけるでしょ。そう、でもやっぱり保険をかけたいので、ちょっとテロップカラオケの時だけ一瞬なくそうかな。優しい気持ち、気持ち、挑戦のカラオケ、優しい気持ち。じゃあちょっと私多分欅さん歌ったことないので、ちょっと見てみよう。ちょっとリップ塗ろうかな。薄くなっちゃった。
嘘をつけて大地を蹴れ、すべてを断ち切り、あの柵を越えろ、自由の翼ですぐに手に入れるんだ、気持ちから Take off to see the take off、 ここじゃない、ここじゃない、ここじゃない、どこかへ。この曲はすごい素敵な曲だと思って、ちょこちょこ聴いてました。何にしよっかな。あるんかな。あると思ったらなかった。背中から抱きしめて調べたんですけど、あると思ったら AKB さんじゃない、違う方が出てきました。
決勝でした。なんかないかな。心。
きっかけ。前のめりこの前歌ってカラオケで全然歌えんくて、いつかリベンジしますって言ったんですけど、あれからまだ聞いてないんですよ。そう、でも歌ってみよっか。もしかしたら奇跡が起きるかもしれない。今日は挑戦のカラオケですからね。よりはちょっといい歌えたかな。こちら
石田地方の机の裏でございます。これはこたつです。白い机です。レムツアーレムツアーだよ。レアでしたね。こたつも出してるの？いや、こたつの布団なしバージョン。びっくりそうになった。気をつけよう。
なんていい曲なんだ。
あるんかな。うん、あった。覚えてるだろうか。慣れてきてしまったあのステージ。そうメンバー気づいていなかった。恵まれた周りに甘えてたの頃さ。目の前歌ってください。こっから我らが石田地方のファンの方字余り。なんか喉に優しい系の曲教えてください。高いところがない曲。ファンの方がキーを変えなくても歌えるカラオケの曲。あ、ない。ありがとう。歌おうとしたんですけど、なかったです。ペディキュアで、それめっちゃ好き。だけど高くないあれ。お気に入りのサンダルで幸せを見せびらかしたい。好きな人がいる女の子ってわかりやすい。まだ季節は早いけど、
童話童話歌いたい。咲いた咲いたチューリップの花が並んだ並んだ赤白黄色どの花見ても。あ、童謡かあ、童謡か童話って言っちゃった。童謡か。綺麗だな。グリフラ挑戦してみるか。グリフラは高いところもあるし、ラップもいっぱいあってちょっと不安しかないですけど、今日は挑戦のカラオケなので。ね、私のめっちゃ思い出の曲。
しまおう。失恋をしたその数だけ人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで Just get stronger。 夕暮れが夜に変わる前に今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいいよね。明日いいことあるかもしれない。本当に素敵な曲。なんていい曲なんだ。あと5日頑張るぞ。エモいね。不器用太陽、不器用太陽は本当に優しい気持ちで聞いてくだされって感じ。めっちゃ優しい気持ちで聞いてくれる、聞いてくれるって感じ。お、今日誕生日、ヤーノさん誕生日おめでとうございます。おめでとう。じゃあ不器用太陽ちょっと挑戦してみよう。なんて言ったって今日は挑戦のカラオケだから。ほんまにテロップにしてよかった。不器用太陽あるかな。あ、ある。タンマちょっと誰かが歌っているのを歌いながらじゃないとちょっと難しい。ちょっともう一回ちょっと。相変わらず視線合わせず口が勝手に
この曲歌えるようになりたい。この曲歌えるようになりたいな。なんかめっちゃいい曲ですね。とてもいい曲、なんかいい曲だなと思って一日ずっとこれ聴いてたことあったんですよ。そうだからサビとかは歌えた。あと5分だ。じゃあラスト1曲サビ歌って、後半は2番とかでランキングのお礼しようかな。
何にしよう。いや、目力がないの本当にちょっと直談判した方がいいよね。みんなで直談判したいね。腰に